チャンネル。もちょ、今日は月曜日ということで、週末3連戦と言いたいところなんですけども、今回ちょっとお知らせがあります。日曜日にですね、里崎仕事とかいろんな予定がありましてですね、ちょっと全試合チェックすることができないということで、日曜日の中途半端に、試合も見ないで結果だけ見て解説するっていうのは、今までしっかり全試合試合を見ながら、解説してきたことを考えると、せっかくちゃんとやってきたのに自分の都合で試合が見れないからといって中途半端なものを世の中に出したくないということでですね、今回はですね、やっぱ日曜日試合が見れないということで、金曜土曜の全試合だから、まあ6、12試合ですね、セパ全試合、総チェックというところでやっていきたいと思います。楽しみにしていた皆さん本当に申し訳ないですね。ちょっとあの時間の都合が取れなくて、全試合ちゃんと日曜日の試合が見れないというところでですね、まあ後では見るんですけど、見た時にその月曜日の動画出すまでに編集も含めて、しきれないというところで、今回はちょっとそこはご了承いただいてですね、金曜土曜で、まあベストナインの方は発表します。火曜日から土曜日までの活躍、そして申し送り事項も、しっかり最後までやります。なので、今回はですね、セパ合わせての動画になりますので、ぜひ最後まで、楽しんで、もらいたいと思います。さあということで、いきましょう。パ・リーグから西武対ロッテ戦、7月24日金曜日、3対2で西武の勝ち、そして、25日土曜日、0対5で、ロッテの勝ちということでですね、ここまでですね、今日日曜日がねちょっと入ってないんですけど、あの試合結果こちらの方はですね、編集で、金土日の、試合の結果を編集上は入れてます。西武が1位に3勝2敗ということで、まあ日曜日のね試合で五分になるのか、西武が貯金を作るのかっていうところですけども、まああの金曜日の試合3対2で西武の勝ちということでね、ニール対石川のまああの開幕投手対決になりましたけども、まあ西武ニールはね持ち前の投球術を発揮してですね、非常に素晴らしいピッチングでしたね。ゴロアウトを量産して本当にね、ゴペチェンニールね。ただね、6回井上のタイムリーね、ツーストライクゼロボールでインコースのねツーシーム系を狙って詰まらそうっていったところが逆球になって、タイムリー同点に追いつかれたってね、あの1球ぐらいじゃないですかね、失投って。だからそこをね、まあ、見逃さず井上がタイムリー打ったっていうのもありますけども、まあ、先発投手はね1球で、天国から地獄に変わるっていうね、まあでもニールが投げた試合は負けないっていうニール神話がね、ついてるというところですけども、まあ、ニールがね外国人選手、球団、新記録達成っていうところでね、まあ、もったいなかった1球になったなと。で、まあ、初回ね山からホームランというところで、あのカットボールね結構いいとこ投げましたし、バットの先に見えたんですけど、あれがねあのセンター、左中間寄りに入るっていうところがね、やっぱパワーあるなっていうところをね、まあ、感じましたね。あとやっぱり、石川ね、まあ、初回ねちょっとあのロッテ対角線上のね、左のインコース右のアウトコースが若干シュート回転したりとか、カットボールが若干甘めに入ったところをねちょっと打たれるっていうところはありましたけど、尻上がりでね、調子も良くなって、コントロールも良くなって、特にねカーブがねいいところグッズ田村もねいい形のカウントでねカーブを使いながら、緩急つけてねピッチング尻上がりにできたなと。まあ、あと4番安田がね4回表、胸元ねカットボール難しいところを引っ張り込んでタイムリーで、6回にはねチェンジアップちょっと抜かれたところも、その打ちを打った後のチェンジアップの抜かれたところもしっかりね拾ってタイムリーということで、4番の仕事グワーッと、まあ、4番としてね、なってますけど、本当あの状態もいいですし、今後もねしっかり、活躍してもらいたいなと。でまあなんて言ってもね、9回源田が初球ドラッグセーフティー完璧に、あれを守備で、ね、止めるのはなかなか難しい。ピッチャー増田はねセーフティーと思ってファーストが若干軸足の降りていく、その中で、まあ、ショーフライ気味に、ピッチャーセカンドファーストの間に行くで、誰が来るかっていうところ で、まあ、セカンドの中村も若干後ろに守ってたんで、セカンドベース間に合わないっていうところでね、もう源田の好判断技術グッツで、まあ、その後に森がねプロ入り2度目かな、あのバンド送りバンド一発でしかも完璧にうまさ見せてやってましたし、でその後山川申告敬遠で、その先初球スライダーワンバンボール見送ってファーストストライクのうちちょっとシュート気味のストレートを詰まりながらもショートの頭の上に持っていって、まあ、サヨナラヒットっていうところでね、この9回全て1球で全部決めてるっていうね、初球ドラッグでファーストストライクの送りバントで敬遠で外崎がファーストストライク全て1球で決めてトントントンとねサヨナラ勝ちっていうところで、まあ、ロッテとしてはね気づいたら負けてたみたいなね感じになってると思いますけど、 BS テレビの方でも解説させていただいてたんですけど、まあ、これは結果論ではなくて、その時に言ってたのが、まあ、勝負はねあの難しいところですけども、山川をね
敬遠しないで山川勝負した方が外崎よりアウトを取れる確率がまあ高いんじゃないのかなと。で山川を打ち取って外崎敬遠の木村勝負っていうところがね、あの一番戦略的には抑えやすいのかなっていうところをね、まあ、解説で、させていただきましたけど、まあここはね、まあ、結果論っていうのもまあありますけども、まあ、そういう戦略もあったんじゃないのかなっていうところはね解説しながら思いましたし、まあ結果ね外崎が打ったっていうところでね、外崎のバッティングがね、まあ、ナイスバッティングだったなと。ヒーローインタビューでね、辻監督がアップルパンチならぬアップルストレートって言ってね、若干あのスタンドがよく分かってなくて若干滑ってたんじゃないのかなってね個人的には思いました。そして、昨日土曜日ロッテ種市が9回136球4安打10奪三振4四死球で完封というところでね、まっすぐ力ありましたし、高めのね最後もあのスパンジェンバーかな、高めのストレートで三振取ったっていうところで高めのストレート力ありましたし、でそこでファール打たせながらね、カウント整えて、でしっかり低めのねフォークボール系で、三振取るっていう高低のね高さがねあのしっかりついたなっていうところもありましたし、まあ、7回表ね菅野フォアボールになってダイソー岡出てきて、でそっから盗塁で安田のタイムリーっていうね、まあ安田が3試合連続タイムリーっていうところで安田グッズ2試合連続グッズだから、まあこれがまあロッテの戦い方ですね。この終盤にまあ岡和田も含めてあのダイソーでどんどん出していくっていうね、でそれで1点をもぎ取るっていう作戦面で1点をもぎ取ってその1点で勝ちにいくっていう、まあロッテらしいね戦い方ができたなと。まあその中でもまあ種市がねしっかり完封で勝ったこと、今季パリーグ初っていうね完封で勝ったっていうところでね、あの本当にナイスピッチングですし、背番号がね16番に変わってそれにね遜色ない活躍をしてますから、もう一人背番号が変わった18番の方かな、何やってんですかね、早く帰ってきてもらいたいですね。はい、西武、まあ、本田もねあの先発いいピッチングをしましたけど、やっぱりフォアボールがね痛い、やっぱフォアボールが失点絡んだ。そして中継ぎの宮川も8回表ね福田フォアボールからの失点っていうところで、両投手ともねフォアボールが失点に絡んだっていうところでね、まあ良かっただけにね特に本田ねもったいなかったなっていうところもありますし、あと初回、鈴木がツーベースで出てからの、源田サードゴロ、送球間サード狙って、まあ、1回はセーフでリクエストかかってアウトになりましたけど、チャレンジした精神はすごいなと思いますし、ああいうところを貪欲にね若いんでどんどん行くっていうところはねすごいいいことだと思うんですけど、まあ、ノーアウトなんでね、で初回ですし、まあ、そこどうだったのかなっていうね、これでも賛否あるんですけどね、でもあの姿勢は崩さないで頑張ってほしいなっていうところはありますけど、もうこう成長していけばね試合状況を見ながら行っていいとこ行って悪いとことかをね考えながらプレーしていくとさらに成長していくと思うんで、まあ、そういったところはね、まあ、見てて感じましたね。まあ、でも、今日日曜日ねどうなっていくのかっていうね、4勝2敗で西武か、それとも五分に戻すのか。ロッテはね7月金曜日までで言えば4月だけで言うとねパリーグ最下位っていうところで、なかなか7月がね勝ちきれてない。オリックス6連勝がねの貯金を食い潰して、まあ昨日勝って貯金1になりましたけどね、ここちょっと踏ん張りどころかなと思いますね。申し送り事項ね、西武が戦うのはソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、西武1番の鈴木が頑張ってます。1番を抑えていくことが最初失点につながっていきます。是が非でも1番の鈴木を抑えていきましょう。調子に乗らすな。次ロッテ、楽天。ロッテの勝ちの象徴荻野が登録抹消になりました。若干気持ちが楽になったと思います。でもそこに出てきたのが安田、チャンスで無類の強さを発揮してます。安田に気をつけろ。あと種市が覚醒したぞ。さあ続いて、楽天オリックス、いきましょう。7月4日2対6でオリックス、そして、25日3対6でオリックスということで、まあ、あのこの土曜日まで、オリックスが 1-2-3-4-4勝1分けということでね、大きく勝ち越すことになったというところでね、まあ、あの金曜日の試合ね2対6でオリックスですけども、楽天のりもとね前回7月17日に比べるとね下半身の体重のりもね良くなったかなと思いますね。火水木とね中継ぎフル回転で来ましたから、まあ、投手交代せずね行きましたけど、まあ、最後はね持ちこたえれず、失点してしまったというところでね、楽天もね連敗していることによってのこの中継ぎとね疲れ具合マネージメント、まあここがこれからもねちょっとベンチの采配が、キーポイントになってくるかなと。あとまあね1、2番がねちょっと機能せずっていうところで、まあ、鈴木大地がね全体的に当たってないと、ファーストストライクね、特にストレート特に振ってこないね、ファーストストライクをやっぱ打ちに行けてないっていうところでタイミング合ってないのかなと。でまあストレートがね差し込まれ、立ち遅れ気味になってるとね、だからまあ打ちに行っても詰まるでね、それを詰まるのを嫌がってタイミングが早くすると、まあ、引っ張りにかかってアウトコースを引っ掛ける、そして逆方向に持ち前のバッティングができないっていうねっていうところなんで、まずまあストレート
ートをねしっかりタイミング合わせて打ちに行くことがね、まあ、ベストかなとね。やっぱ鈴木大地が低迷することによってね得点力が半減してるかなと。でまあ、鈴木大地ね、昨日の試合4打数1安打と7回ね、ワンアウトで9あのスライダーねちょっと抜け気味のスライダーを引っ張り込んで、ライトにしましたけど、でその結果ね得点につながる、まあ、昨日はね6番バッターでしたけど、まあ、鈴木大地がね出塁することによっての得点力っていうのは上がると思うんで、鈴木大地の活躍がね、かなり大事かなと、タイミングのね取り方も含めて、修正してもらいたいなと思いますね。あとまあオリックスはね金曜日下位打線が元気ということでね、若月4打数1安打、足立が3打数2安打2打点で、そして西浦が4打数1安打1安打グワーッつってね、あの下位打線がうまく回っていくとそれが上位に行ってね、それとあの大きな得点力を生むっていうところでね。でまあ先発の榊原がね気迫の投球ね、結構ストレートは高かったんですけども力があって、楽天打線がね仕留めきれずそれをファールにするという、でそこでカウント稼いで、低めの縦スラ、フォーク、チェンジアップ系などをね投げて、この高低でしっかり抑えていくというところでね、気迫もこもったナイスピッチングだったんじゃないかなと、ストレートね、でもストレートが力なくなると、あの高めのねあのストレート系がファール打たせ取れなくなって、それ打ち込まれるっていう時があるんで、状態いいからこそストレートも狙った高めはいいですけど、狙ってない時は低め投げれるように、調子いい時こそね基本に立ち返って、レベルアップしていくとね、さらに勝てるピッチャーになっていくんじゃないのかなと。でまあ昨日はね田島塩見ともね内外にしっかり投げ分けなきゃ、内のクロス、ストレート、外にツーシーム、チェンジアップ系、膝元スライダーとね、両投手ともねいいピッチングできたんじゃないのかなと。まあでもねオリックスはダブルスチールが、まあ、金曜日にもねあのやりましたけども、まあ三塁走者吉田がねちょっとスタートをうまく切れずね、ちょっとなんだかなってわからない感じでねアウトになりましたけども、まあ25日の三塁走者宗ということで、スタートがきっちり切れて完璧に成功したっていうね、まあしてやったり、まああの2日連続でね失敗してんのに采配を出すっていうね、あの西村さんの采配もねぐわーっとそこで恐怖心なく、しっかり出せたっていうところはね、まあ、大きかったかなと思いますし、まあ、9回宗のねランニングホームラン、宗グッツ走塁でも見せて、バッティングもグッツ、あれブラッシュが行ってフェンチョクになりましたけど、あのセンター辰巳がカバーしに行かないといけないんですよね。藤田かなが終わってきましたけど、あれはセンターの辰巳が来て終わっていくことによって防げるプレーなんで、だからまあよくこの動画でも言ってると思うんですけど、あの西武の鈴木が風でライトフライを後ろまでバックアップ行ったりとか、結構ね鈴木自分が取らないのでもバックアップ西武の鈴木ね結構行ってたんですけど、それにも同じように辰巳ももっと何かあるかもしれないって言って、もっとバックアップに行かないと、で何か起きてから行ってるようじゃね遅いんで、ああいうランニングホームラン招くんで、そこら辺はねこの辰巳の守備にねちょっとバーッとね、注文つけたいなと思いますね。まあでもねオリックスが上がってきてちょっと楽観下がってきてね、パリーグギューッとなってますけどね、まあ今後どうなっていくのかっていうね、戦いが続きそうですけど、オリックスの打線がね調子いいねっていう感じがしますね。さあここで、ちょっと申し送り事項に入ります。オリックス次は日本ハムと、日本ハムの皆さん、オリックスが最近やることなすことうまくいってます。全部に注意してください。全部です。投手陣も打撃も足もすごい注意してください。お願いします。で次、楽天、ロッテ。ロッテ皆さん、楽天、逆にやることなすこと噛み合ってません。なんか調子良かった中継ぎ陣も打ち込まれてます。最後まで諦めないで戦い抜きましょう。あと、鈴木大地を起こしちゃいけません。今、昨日ヒット打って若干目覚めたのかどうか分かりませんけども、鈴木大地は寝させておきましょう。前回仙台で打ち込まれてますからね。鈴木大地、打たしたら負けますよ。さあ続いてソフトバンク対日本ハム、24日4対1でソフトバンク、そして昨日7対9で日本ハムというところで、ここまではソフトバンクの2勝3敗ということで、今日5分に戻すのか日本ハムがね勝ち越すのかっていう戦いになりますけど、まあ金曜日の試合ね有原ね悪くはなかったんですけど、ちょっとストレートが少なすぎちゃうかっていう、去年こんなピッチングだったかな、もっとグイグイストレート行ってたイメージあるんですけど、まあツーシームカット、チェンジアップ系、フォーク系、まあ多投して、だから三振がね4つと三振少ないんじゃないのかなと、球をね動かして打ち取るっていうことにこだわりすぎてんのかな。まあそれでね動かなかったり甘く入ったところを、まあ3回裏ね、まあ柳田にチェンジアップをねレフト前タイムリーとかね、7回裏チェンジアップ落ち切らず栗原にホームランっていうところで、若干球数だから動かして球数少なく投げようかなと。でそのもし弊害が、土曜日に絶対ショートスターターを日本ハムはここまで開幕してからやってるんで、そのショートスターターのために有原が、まあ、完投もしくは長いイニング投げて長継ぎを多少でも休ませたい、そのために球数を少なくしたい、三振狙っていくと
球数が多くなりすぎる。だから球数少なくするために動かすボールを多くして球数を少なくしようってしているところが今年もうちょっと波に乗れてないとこなのかなって勝手に推測しますけど、まあ、この日もね負けましたけどしっかり完投しているっていうところでね、中継ぎ順休まして、土曜日のショートスターターに備えるっていうことはね、有原に役割としてはできてますけど、なんか有原本来の投球がねできていないんじゃないのかなと、ちょっと球数を少なくするためにその動かす球でこだわりすぎてるのかなっていうね、ちょっと印象が受けましたね、金曜日の試合で。まあ、3回裏はね、1・1・2塁でサイミスでパスボールね、その後中村はタイムリーっていうところで、まあ、こういうところもねちゃんとしていかないと、それによってね、まあ、負けていくっていうところなんでね、サインミスはしっかり、どっちのミスか分かんないですけど、まあ、この大体サインミスはねピッチャーのミスなんですけどね、キャッチャーがサインミスすることないんで、バーッと有原っていうところですね。まあ、あとソフトバンクね、東山立ち上がりはね勝負球変化球でもね甘くなり失点してしまいましたけども、ストレートのね精度は相変わらずグッツ、仕上がりに、勝負球変化球の精度もアップしてグッツ、しっかりね投球、できたんじゃないのかなと。でまあ3回表ね、西川にスリーベース、太田ピッチャーゴロ、西川三本間に挟んでねアウトっていう、あそこも冷静にできましたし、あそこはね大きかったですね。多分西川としては多分ゴロゴーだったと思うんですよね。ゴロゴーだったからピッチャーゴロでもスタート切って挟まれたっていうところでね、まあそこはまあ戦略上の問題なんで、駆け引きなんでね、まあ挟まれたのもまあ仕方ないかなと。あとまあ栗原がね6回裏1週間ぶりにホームラン、わーつ栗原ナイスバッティング、しかも5番に置いて、不調でも5番に置く駆動采配グッズでね、この1点ね非常に、チームが勝つためには大きかったかなと。また中継ね、モイネロ森と盤石に完璧、モイネロもねこの前ちょっとね点取られましたけど、相変わらずモイネログッズね、で森もしっかり抑えてね試合をまとめたかなと。でまあ昨日の試合はね、まあ、ショートスターターっていうところでね、まあ、村田が1回投げて4安打1四球4失点で、福田2回2安打1四球の2失点で、まあ、金子がね3回3安打無失点とね、金子グッズ、まあ、金子がねなんとかねそこで持ちこたえたことによって最後逆転劇生んだかなと。でもまあこのショートスターターのことで言うと、まあ、7月4日から今月土曜日必ず初回に失点してるんですよね、3失点1失点1失点で今回4失点と、ショートスターターで行くんだったら初回は是が非でも0点で抑えなきゃいけないところ、初回全て失点しているっていうところで、このショートスターターは、まあ、先週もね話しましたけど若干うんって感じもありますし、万が一その有原にねその休ませなきゃいけないっていう気持ちがあっての投球だとね、若干マイナスに働いているのかなっていうところはありますね。あとまあ6回杉谷バックスクリーンホームラン、グーッツ高チャンネルズ盛り上がるね。このホームランなかったらね、ひょっとしたら石川がね続投してる可能性もあるし、この杉谷のホームランで石川が変わったっていう可能性もあるんでね、この勝ちに向けての逆転のこのキーポイント、この杉谷のねホームランだったんじゃ、ないのかなと思いますね。でまあソフトバンクはね高橋加山、椎野と、高橋が2失点、加山1失点、椎野が、3失点と、しかも全員がね四球から絡んでねフォアボールになってるんです。で6点差逆転負けっていうのはね非常に痛いかなってありますけども、でも7回ね無視1・2塁ね宇佐美のファーストゴロ、まあ、3・6でピッチャーベースカバーの1と入ったところ、タイミングは完璧にねダブルプレーだったところを、まあ、ショートのね周東が慌てて送球ミスしてタイムリーエラー、そこで1点入って、あとまあ5失点で6失点つながるんですけど、あれしっかりね投げ切っておけばなんてことない試合でね、勝てた試合だったんですけど、まあ、ああいう小さいミスがね、まあ、命の取りになって最大6点差ったのを逆転されるっていうね、まあ、野球の怖さでもありますけどもね、あの守備がねちょっと痛かったかなっていうところはありますね。まあそれもね全て杉谷のホームランから来た、杉谷グッズナイスホームランっていうところがあると思うんで、まあ、あとねショートスターターと有原のこの感じはねちょっと来週も見て、まあ、どうなのかなっていうところをね、まあ、再確認、していければいいかなと思いますね。さあということで申し送り事項、ソフトバンク次は西武戦、ソフトバンクは柳田がまだまだ手がつけられません。柳田の前にランナー出さないようにしましょう。日本ハム、オリックス札幌ドーム、オリックスの皆さん、日本ハム杉谷がキーポイントになっています。杉谷を乗せたら怖いですよ。杉谷をしっかり抑えていきましょう。さあ続いてセリーグ、DeNA 対広島、24日9対6で DeNA で、そして25日6対2で DeNA ということでね、まあ金土2連勝ということでね、金曜日の試合 DeNA はね佐野が1号水曜日に打ってから3試合連発のサヨナラ満塁ホームラン、グーッツ佐野グッズ、1本打ち出したらね連続で打ち出すっていうね、まあこういうバッティングのね怖さでもありますし、あとロペスが完全に復調、5打数3安打3打点1ホーマー、ロペスも打ち出したね。でまあ
先発上茶谷にね、全体的にちょっとなんか緩い感じがしたっすね。でまあ上茶谷も、まあ、ちょっとストレート少なすぎるなと。ピッチャー以外、野手に投げた投球のうち84球中ストレートは16球と、まあ、19% しか投げてないと。でまあ他ね、いろいろカットとかツーシームとか落としたりとか曲げたりとかいろんなことやって抑えてましたけども、まあストレートあっての変化球なんで、まあこれがベンチオーダーなのか何なのかは分かりませんけども、もうちょっとストレートをしっかり投げた中でやんないとフォームが全体的に緩くなって、そもそも力のあるストレートが投げれなくなってくるんで、そういったところはね、まあ次回登板ね見ていきたいですし、もうちょっとストレートね多く投げてもいいんじゃないのかなと思いますね。でまあ広島結果論ですけどね、これは完全にね、まあ9回表松山がセンター前打って、ピレラが、ライト前打って、で相澤ここキーポイント2回バント失敗からの三振で得点できずっていうところでね、ここで点取っとけばサヨナラはなかったかも分かんないところで、ここでねもうちょっと緊張感持ってさらなる追加点ね欲しかったかなと。あそこね3バンド相澤で行ってもよかったんじゃないのかなっていうねところはありますし、結果論的にそこでね点を取ってないことが最後のね3のサヨナラ満塁ホームランを生んだのかなと。まあ、しかもね前の金曜日のねところでセリーグ編で一岡抑え守護神行きましょうって言った一岡がもうデッドボールフォアボールそれはきついでボロボロになって、もうねでも打開策考えました。もうこれはね挙手制です。抑えやりたいやつ手挙げろと、手挙げたやつにじゃあお前に任せると、その意気込みで、やらしてもこういう時はねいいんじゃないのかなと。もう選手の気迫やりたいっていうねその気持ちを、前面に出したやつを抑えに回して、あとはマネジメントでカバーしていくっていうねところがいいんじゃないのかなと。あと大瀬良がねここに来て登録抹消ということで、まあ、どこの不具合があるか分かりませんけども、これはチームにとってね非常に痛い、深刻な問題なんじゃないのかなと。あとまあ今日もね広島16安打打ちましたし、でまあ25日もね8安打ということでね、チームは打ってんですけどね、若干それがね得点に絡むための効率が悪いっていうね。まあ昨日の試合もね8回ノーアウト満塁で、まあ、ここでね反撃の行くぞっていうところで、まあ磯村三振田中三振で最後代打長野がねセカンドゴロとノーアウト満塁無得点と。であそこでねまあそれで逆転できたかどうか分かりませんけど、あそこがガンってねいける感じになるとヒットと得点っていうのが、まあ、正比例してくるかなと。でまあ先発ね床田が5回3失点、薮田がね1回3失点と、まあ、2人でね6失点っていうところで先発もガタガタ来てるっていうところで、投手陣ねもうやっぱ佐々岡監督が投手出身ということで、ちょっと投手陣をねなんとかしないと、やっぱ打線をね打ってるんで、もう課題は投手陣ね、ここをどうにかしないといけないなと。でまあ DeNA はねこの今永がね、まあ、ピンチを作りながらも、まあ、6安打初奪三振2四球2失点と、まあココイチではねストレートもドーンいってましたし、チェンジアップ系低めにガーン決まってたんで、まあ苦しかったですけどね、ココイチではしっかりとした投球できたかなと。でまあ4回表にね石満塁、田中ファーストゴロ、ロペスセカンドスローでねちょっと低めにそれて難しいところを倉本がね取って、難しいながら送球して、まあそれがねタイムリーエラーになりましたけども、あれはね倉本悪くない、まずロペスが悪いね、あんな低投投げて、でその後投げたところで今永ねファーストベースちょっと若干通り越したよね、それによって逆突かれて取れなかったってね、あれベースの真上にいたら確実に取れた、あのエラーはね倉本悪くないっていうねいうところを佐々木が言っときたいなと思いますね。若干ロペスと今永にねちょっとバッとっていうのをね上げたいかなと。あれまあタイムレーラーね2失点になって、失点してしまいましたけども、まあでも DeNA はねオースティン復帰が大きいですね。まあオースティン復帰してロペス復調して、しかも代打音坂がスリーランっていうね、音坂がバッティング、まあ、レフトのね上段突き刺さるようなね、もう目の覚めるような当たりということでね、まあ、全体的に打線がね上がってきたかなっていうね DeNA 感じますね。さあということで申し送り事項、 DeNA は巨人と、巨人の皆さん、ロペスが完全に解凍されました。打ちます。オースティン帰ってきました。佐野もいい感じです。倉本もバッティングはいいですよ。代打陣音坂も打ちます。もう打って打って打ちまくります。投手陣の皆さん気をつけてください。広島との相手は中日、中日の皆さん、カープ投手陣が崩壊してます。大瀬良もいなくなりました。もう打ち勝ってください。その代わり投手陣の皆さん、広島打線打ちますからね、気をつけてください。さあ続いて、中日阪神、金曜日2対5で阪神、そして、昨日が1対0で中日ということでね、まあ、金曜日の試合はですね、まあ、阪神ね福留陽花がねよく粘ってねグーッつってねいうところで、まあファーストランナーね上田の足でねプレッシャーかけてね、しっかり、得点に結びつけたっていうところでね、まあ良かったんじゃないのかなとね。まあ中日はね2回裏西満塁ね、医療センター前タイムリーね2点、医療ナイスね。でまあ一塁ランナーはね大野が三塁向かってアウト、あれねスライディングしなかったら、まずスライディングしたらひょっとしたらセーフかもしれない、あれスライディングしないと怪我するからね、ああいうプレーは本当に危ないよっていうね。でそれができないんだったら回っちゃダメ、セカンドからね無理して、ああいうプレーはね危なかったなってね、大野の走塁にバッと
ね、でまあピッチャー王のね5回103球4安打9奪三振2四球1失点とね、ピッチング自体グワッツ、まあ内外ね完璧に投げ分けて力強いストレートもありましたし、本当あの見応えあったなと。ただね援護なし、大野が投げた試合援護なし、あの金曜日のやつでも言いましたけど、まあ、こきつかった。あと中継ぎ出てきたね谷本もね、まあ、3四球はね正直まあ痛いかなというところはね、まあ、ありましたし、で、まあ、岡田がね一死満塁でスライダーねストライク入らず、2ボール0ストライクで、ど真ん中ストレート行って北条にねレフトオーバータイムリーツーベース3打点、なったところで、ね、あの外野の守備位置ねあれ前進でいいのかなっていうね、あれも定位置でも、まあ、これも結果論になるんですけどね、まあ、やっぱ勝ちたいっていうね焦りで、まあ、同点 OK で言っとけばね、あひょっとしたら同点止まり、もしくは逆転はね絶対されなかったんじゃないのかなっていうところでね、ちょっとベンチもね焦り、あったのかなと思いますね。でその後ねサンズに初球ね、インコースになったら逆球ねど真ん中行って、まあ、センタータイムリーと、ここでまあねジェーンとっていう形に、ね、なっちゃったかなと。まあねその谷本のところもね、まあ、最初言った福留とか陽花がねよく粘ったっていうところもありますし、ファーストランナーね上田が行って足のプレッシャーもありながらそこでコントロール乱したっていうね谷本のところもあるんで、まあそういったところはね攻撃陣がねそのフォアボールをもぎ取ったっていうところもね、まあ、正しいかもわかんないです。まあタイガースはね青柳が6回86球2安打5三振3四球2失点というところでね、まあ、左右の、まあ、ツーシームシンカー、まあ、右のインコースアウトコースね左のアウトコースに投げ分けて内外としっかりね今日も投げ分けた青柳ゴペチェン帝京大の星。あとやっぱり中継ぎはねババはねやっぱまだ見てて怖いね、あのまだどうにかなるか分かんない、まあね、今でも常時、ね、結果として出てる間にねしっかり成長してもらいたいなっていうところがありますね。まあ昨日の試合もね先発勝野グッツナイスピッチング、まあ、特にね象徴的だったのが、まあ、初球ねサンズのインコースまっすぐ行ってからの低めスライダーで三振、これ見た時にお今日いけるんちゃうかってねみんなが思いましたね。でその時にあと4回福留の打席でねストレート行って福留が力負けしてレフトフライになるんですよね。あれ多分なかったらもうひょっとしたらスタンドイン行かれてた、もしくはレフトオーバー行かれてたところを力負けした。でその6回ね福留回ってきた時にストレート力負けしたっていうのが分かってるからストレートをね引っ張りにかかるんですよね。で初球外スラをね見逃して2球目のストレートねライト線バシコーンって言ってファール、でもこれはもう詰まるからまっすぐ前で打たなきゃと思ってる。でその後にフォークを低めにいって三振、見事グッペチェンね、まあ、こういったところができてると、まあ、これからもね勝っていくんで、まあ、しっかりねこの調子をね維持してもらいたいなと思いますね。まっすぐ力あってねファール打たして低めの変化球勝負ということでね、6回4安打7三振2四球無失点勝野グッツナイスピッチング。でまあ、初回ねアリエル・マルティネスバンド処理ゴッツ、マルティネスでキャッチャー固定でもいいんちゃうかってね、あの中日の打開策マルティネスキャッチャー固定どうでしょうか皆さんね、あのこれであの佐々木はいい中日の浮上のきっかけになるんじゃないのかなと思いますね。まああとね、まあ、タイガースはねもうあの勝つのにあのピッチングされたら仕方ない、こういう日もあるね、割り切ってね次の試合にね向かっていかなきゃいけないし、西はねグッツナイスピッチングね、あの1点ありましたけど、まあ、全体的にね先週同様素晴らしいピッチングができたんじゃないのかなと。まあねその1点をもぎ取ったところで言うと7回裏ね石川が小学校以来バンドして、しかも結構ナイスバンドね、してからの高橋周平がセカンド進塁だね、あれヒット狙いに行くけど最低でも進塁だっていうあのバッティング、グッツね、ワンアウトでしたけどね最低でもっていうね、あの高橋がセカンド打ってなかったらあの医療内野安打で1点入ってなかったんですからね。そう考えると高橋のあのねセカンドゴロアウトになったけど進塁打になったグワッと高橋くん、ああいうねことをちょっとずつやっていくとね得点につながっていく、大きなタイムリーなくても1点入るっていうねそういう攻撃ね素晴らしかったんじゃないのかなと。ということでじゃあ申し送り事項、中日は次広島と、広島の皆さん打線ビシエド調子悪くなってます、投手陣調子悪いと思いますけども頑張って打線抑えれば勝てますよ、もしくは打ち合いで臨みましょう。カープの皆さん、阪神はヤクルトと、ヤクルトの皆さん大山めちゃくちゃ打ちます、状態いいです、投手陣も安定してます、勝ち負けあるかも分かんないですけどちょっと虎が猛獣になってます、気をつけて。さあ最後にヤクルト巨人、金曜日5対5引き分け、で昨日が6対5でヤクルトの勝利ということですね。まあ、あの金曜日の試合はですね2回裏ねエスコバがフォアボールに出て山崎がね5球目アウトコースまっすぐをね無理やり引っ張って、まあ、最低でも進塁だっていう打撃 で結果的にライト前ヒットになって、まあ、チャンスが拡大して後に5得点ということで山崎グッツ
ああいうね、バッティング大事かなと。最悪でも進塁だと。で、それがね、いい形で一、二塁間抜けてライト前になってね、あのアウトコースを無理やりに引っ張っていく形ね、ああいうバッティング、グーッと調子の良さが伺えますね。中継ぎはね、ちょっと全体的にヤクルトね、疲れあるかなっていうところもあるんで、まあ、再編成含めながらね、まあ、もう一段階ね、今でも高津監督休ませながら投げてますけど、まあ、もう一段階休ませる方もね、必要かなっていう感じがね、ありましたね。あと先発ピッチャー吉田ね、まあ、いい投手なんですけど、まあ、前回同様ね、ちょっとこれっていう球がないんで、もうちょっとピッチング内容を良くするために緩急つけたりとか、あとまあね、内外だけじゃなくカーブとか緩いので緩急つけて 3D 的なね、ピッチングをするとより能力発揮できるかなというところはまあありますね。あとまあワンアウトね、2、3塁ピッチャー今村の時にね、吉田初球緩いスライダーライト前ヒット、吉田ゴーバッティングね、あのタイムリーはね、ヤクルトって非常に大きかったかなっていうところもありますけど、ピッチャーの今村ね、バーッとピッチャーだからって、変化球いっときゃいいだろうって簡単に緩く入りすぎね、あれ野手だったらあんな同じようなね、緩い感じで投げないと思うんですよね。もう今はね、今年は特にピッチャー持つんで、野手と同じようなね、ピッチングしていかないと、特にピンチではね、もったいない失点、っていうところになりますよね。あと巨人はね、もう完全に負けゲームっていうところをね、引き分けしたのは本当にね、大きい。まあこういうところがね、まあ首位にいるのかなっていうところもありますし、まあ2回裏ね、青木、ガイアフライ、ウィーラーズね、丸がお見合いして、それタイムリーにね、記録的なヒットですけど、タイムリーになりました。バーッとね。まあああいうところは、まあウィーラーがね、トレードで途中でね、ジャイアンツに来たということで、まだ掛け声がね、多分浸透し合ってないんですよね。だからまあ、アイガイエっていうとこもあれば、OK のとこもあれば、オーライのとこもありますし、そういったミスコミュニケーションがね、できてるんで、ああいう途中でね、チームに合流した選手っていうのは、そういうところをね、もう一回ちゃんとしとく必要がありますし、あの場面ね、ウィーラーも丸も両方ともがバックアップの位置に入って、どっちもが取りに行く位置に入ってないっていうところでね、もうちょっとミスコミュニケーションがね、もったいなかったなっていうところはありますね。あとまあ4回表ね、中島レフトフェン直ナイスバッティング、でも走ってないファースト止まりバーッとね、ああいったところちゃんと走ってセカンドまで行かないと、そういう隙のあることしてるとね、やっぱちょっともったいないね、せっかくヒット打ったのにね、しっかり走ってもらいたいなっていうのねありますし、まあしかもあれノーアウトだったんでセカンド行ってればね、もっと追加点あったし、まあ大城がねツーラン打った後の展開ですから、まあ3点目4点目ね取れた可能性ある中でのね走塁なんで、バーッとね、あそこはしっかり走っといて、もらいたいなと。あとジャイアンツはね、系統のベンチワークね、堀岡、大江、宮國、高梨、高木、大竹、中川とね、もう小刻みに、系統をしてですね、しっかりその5対5でね、引き分けを守り抜いたっていうところでね、ベンチワークも含めてガーッツ、中継ぎ陣もねガーッツ、まあ、よく頑張ったなと。でまあ昨日はね、まあ、小川対でサンティスがね、ちょっとなんか右肩の不調で代役沢村ということで緊急登板でしたけど、まあ、先発して3回3分の1、4安打にして、なんか投球内容は非常に良かったかなと。見ててね、中継ぎで投げてるところよりも見てて安心感もありましたし、投球もまとまってましたし、フォームも力感なく腕がしっかり振れてたなと思ったんで、あれ結構先発いけるんちゃう、もう一回見たいなっていうようなね投球にねなりましたし、まあ、ジャイアンツでいうとね、やっぱ一番痛かったのは、まあ、5回裏のね山崎のねライト前タイムリー、亀井がね攻撃したっていうね、結果的にね、あの時はうんってなりましたけど、結果的に最後追いついて、まあサヨナラ負けしますけど、追いついたところを考えると、あれはね結果的に痛かったなっていうプレーになりましたし、今までジャイアンツはねやっぱエラーが少なくてここまで来てるっていうところなので、ね、ちょっとしたミスをね、まあ、防いでいきたいなっていうところはありますね。あとまあちょっとしたミスで言うとね、ジャイアンツ松原選手ね、プロ入り初ヒットゴーツ、まあ、ナイスバッティングでしたね。昨年からねいいとは言われながらもね、ここに来てしっかり結果出たかなと。まあでもですね、9回のね青木のセンター、あれはね取れたっすね。っていうか取らなきゃいけないですね。まああれも経験なんでね、しっかり守備面でもね、そつなく、プレーしていくことをね、期待したいと思いますね。昨日はですね、まあその注目したのはやっぱ小川っすね。ヤクルトの先発小川、試合前ね、ここまで5試合で 29.1 イニングで、まあここまで4勝してますけど、平均6イニング投げてないんですよね。でまあ今日はね、その7回しっかり投げて、まあ、エースとして長いイニング投げましたけど、6回に丸で7回にウィーラーのホームラン、あって、やっぱりそういったところがね、まあ、高津監督もね早めに変えてしまうってところですけど、やっぱ今年の、ヤクルトの戦い方、勝ち方っていうのは、やっぱ中継ぎ陣が支えてるって言っても過言じゃないん で、そうなるとやっぱエースで言うと、やっぱエースがやっぱ長いイニング投げて、やっぱり中継ぎ陣を休ませていくっていうねところも取らなきゃいけないんで、やっぱエースがね平均6イニングいってないっていうのは若干寂しいなという、まあ、勝ち星ついてますけど、
けど、まあね、昨日の試合は勝ち星つかなかったですけど、そういったところでもっとエースの自覚としてはね、もうちょっと長いイニングを投げて、やっぱり最低でも7回は投げて、しっかり抑えて中継ぎ陣の疲労を軽減するっていうね、エースのピッチング見せてもらいたいなと。それはね、今日土曜日ね、日刊スポーツのね、新聞にもちゃんとここにね、載ってますし、ネットでもですね、日刊スポーツの里崎コラムで、載ってるんで、ぜひね読んでもらいたいなと思います。そこにね、今回の小川の問題はね、もっと詳しく書いてるんで、ぜひ読んでもらいたい。でも最後ね、川端がレフト前サヨナラで、やっぱりね、まだまだバッティングコントロールいいなと。川端、うーつね、若手とベテランの融合、ヤクルトのね、今後の戦いもさらに期待できたい、ナイス勝利だったと思いますね。さあ、もう正直クリジコースね、ジャイアンツ、DeNA とか、DeNA の皆さん、ジャイアンツは最後まで粘り強くきますよ。油断したら負けますよ。ゲームセットまで油断しないで戦ってください。丸が二重丸になりかけてますからね、気をつけて。ヤクルトは、阪神、タイガースの皆さん、ヤクルトは全野球で襲いかかってきますよ。先発中継ぎ、打撃陣も好調、川端がここに来ていいところで仕事をしてます。青木、川端、ベテランに気をつけろ。さあ、最後に先週の里崎的ベストナイン発表します。まずはパリーグから、ピッチャーロッテ種市、もうエース、キャッチャー若月、バッティングが好調、ファースト杉谷、タカチャンネルズが盛り上がるぞ、セカンド殿崎、アップルストレート、サード安田、真の4番打者になれ、ショート茂木、守備も頑張れ、レフトロメロ打つねー、センター宗、足で見せた、ライト吉田、マッソー、 DH 柳田、もう抑えられない。まあ、ちなみに、ね、柳田選手は7月24日 DH で出場で、まあ、宗選手は、ね、サードでも出てますけども、7月23日にセンターで出場したっていう記録があるので、こういう、ポジションになりました。続いてセリーグ、ピッチャー菅野、これぞエース、キャッチャー大城、打てる星、ファーストロペス、復調してきた、セカンド柴田、パワーもあるね、サード宮崎、浜野プーさん、ショート倉本、チャンスを生かせ、レフト佐野、出たホームラン、センター丸、ライト鈴木誠也、日本の4番。ということで、以上が先週のベストナインに、なります。長い時間ご視聴ありがとうございました。今週は火水木金土日、しっかり、6試合見てやりますんで、今回はね、日曜日の試合なかったですけど、ご了承ください。ありがとうございました。